庁から、こちら愛知池バタフライガーデン写真展。バタフライガーデンで撮影した写真を一堂に展示。またステージでは愛知池の歌も披露されましたよ。11日から16日の間、三好市にあるガーデンで愛知池バタフライガーデン写真展が行われました。今回のイベントは今年が初めてです。昨年愛知池バタフライガーデンに来園する人が400人を超えたこともあり、それを記念して開催されました。写真を出展したのは東郷町や日進市などに住む15人。愛知池バタフライガーデンで撮影した作品80点が会場を彩ります。この場所に咲く藤バカマと、その蜜が好物のアサギマダラが飛来した様子が数多く写真に収められていました。また愛知池友の会も行っているアサギマダラのマーキング写真も展示されていました。取材した11日は愛知池の歌フェスティバルが行われました。これは愛知池の歌が動画サイトでの再生回数3000回を超えたことを受け、もっと多くの人に広めたいという思いで開かれたイベントです。マジックショーやバンド演奏、フラダンス、健康体操が披露され、来場者を楽しませました。最後は愛知池の歌を全員で合唱し、イベントは終了。皆さんも愛知池の歌聞いてみてくださいね。さて、いかがでしたでしょうか。ここまではエリア内のトピックスをお送りしました。明日もお楽しみに。